皆さんこんにちは。どうも、ロクシーと言います。私たちここの方でやらせていただくのが、2008年確かぐらいから、始めまして、中で2回ちょっとこの方の人気がいっぱいで取れなかったりしたことがあったんですけども、8回目になります。で、何度かご覧いただいている方もいらっしゃるかと思うんですけども、今日も、みんな練習している曲、お披露したいと思いますので、どうぞ楽しんで、いただければと思います。それじゃあ早速1曲目なんですが、Mean to Me という、曲を、1929年の、曲で、今日はいつもやってるその映画音楽とかっていうのもちょっと少ないんですけども、毎年終わってからアンケートをいただいて、その中でいわゆるそのバックとかそういうスイング感の、楽しい曲がいいということになったので、今日ちょっとまた選曲がちょっと違うかもわからないんですけど、では1曲目、Mean to Meをします。
Thank you.
Thank you.
ブルースで3曲をお送りしました。次の曲は If I Should Lose You という、これは映画音楽に なってた曲でですね、1935年に、これはメキシコ映画だったんですけども、この頃ってカリフォルニアがメキシコ領だったらしくてですね、で、アメリカ大国とか、どんどん占領していくわけなんですけども、当時カリフォルニアがメキシコ領だって、で、そこにメキシコ人の軍と戦うんですけども、ロジータっていうその女性がおりまして、で、メキシコ人の、いわゆるメキシコ版ジャンヌ・ダルクみたいな感じで、床に戦って、そして死んでしまうっていう、そういう映画で、If I should lose you, I should lose you っていうのは、あなたが亡くなってしまうっていう、でその後に、If I should lose you,The star would fall from the sky、あなたがいなくなったら星たちは空から落ちるでしょうっていう、そういう挿入歌があって、その曲を演奏したいと思います。
どうもありがとうございます。リフバーシュというスリフをお送りしました。ちょっとここで忘れないうちに黒曽美術館のお知らせなんですけれども、今もうご覧になった方いらっしゃるかもわからないんですけれども、特別陳列所蔵名品展黒曽コレクションの絵の木というのをやってますので、この後お時間がありましたらまたお越しください。というわけで、ワンステージ目、最後の曲に、なります。皆様おなじみの、チャールズ・チャップリンのスマイルという曲ですね。もう皆さんご覧になった方も多いと思うんですけども、モダンタイムズのサウンドトラックとして、使われた曲でスマイル。ちょっと今日はアップテンポで軽やかな感じでお届けしたいと思います。
학교에 있는 고객님들 정말 기쁨으로 들고 있는 것을 소개해 주시기 바랍니다. 네, 모두 연습 좀 하겠습니다. 너무 감사합니다.